おすすめの映画パート2。今日は走れ T 校バスケット部を紹介します。主人公の陽一は強豪バスケットボールチームから弱小 T 校のバスケットボール部へ移動してきます。楽しい新しい仲間と一緒に全国大会へ向けて練習に励みます。5人の他にも2人の1年生部員もいます。バスケット部はマネージャー先生、マネージャーのお兄さん、高校のイケメン先生、謎の男お父さん、お母さんの助けも借りていきます。見どころ満載です。見終わった後には YouTube でメイキングもチェックしてね。